はい、こんにちは。今回のパワーポイント1分チップスは、ここの行間の本当の意味です。行間ですね。なんか、日本語で言ってる行間と、ワードとかパワーポの行間意味が違います。この違いを押さえておかないと、あとあと何か作るときにややこしい、イライラします。なんか、まあ、別に困ることでもないかもしれませんけども、なんか意味ちょっとようわからんな。まあ、いいかでやってるよりは、しっかり意味をつかんで、すっきり言った方がやっぱり作りやすいです。で、行間の意味を説明したいと思います。はい。ここにですね、人生が楽しくなるパワーポイントという文がありますね。で、行間があります。ここから説明します。はい。これ、行間はどこか言うと簡単ですね。当ててみます。はい。日本語で普通に行間って言ったら、この緑の部分です。ですね。これ、ワードとかパワポでは、行間っていうのは、ここまで下がります。これが行間です。パワーポイントの場合。ちょっと書き込んでみます。ほんでね、ここの数値が150となります。で、この150ってどういう意味かっていうと、ホームからやってみますね。ホームで行間の数とか見たことがありますね。ここ、行間のオプションのがあります。ここに固定値いうところを開いてください。すると、ここ、150ってあります。ここ同じ。これが150いうことです。でも、この150って何を元に抱いてるのか言いますと、これね、フォントサイズが大きく関わります。これのフォントサイズは80です。ということは、フォントが80ですが、残りの上の部分はいくつかというと、引き段になります。この部分ですね。日本語でいう行間のこの部分は、150-80で70になります。70。合わせて150という意味です。はい。で、ここでですね。で、この感覚、行間がないいう状態はどうなのか言いますと、行間がなかったら0ですね。ここの数値は0。そういったら、行間のオプションはどう設定するのか言いますと、フォントサイズは80ですね。だから、この間は0を足す80で合わせて80になります。で、行間のオプションで80やってみます。はい、ここの、はい、80。はい、おいったらどうなるか言いますと、はい、ここ。はい、もう、詰まって、行間がなくなっている状態です。これが行間がない状態。だから、フォントサイズと同じにいったら、もう、行間がなくなっちゃうわけです。日本語でいう行間です。で、ややこしいですけど、ここをしっかり掴んでおけば、これが何か作業して数値の調整が自由にできます。はい、ぜひ、覚えてください。はい。では、今回はこれで終わります。ではまた。